開かずの間に霊はいますか。めっちゃ揺れてるやん、うん、おーおー、すごいことになってる。うわ、揺れてんな。こんな揺れるんだ。ガチ、どういうこと。俺ちょっとガチすぎてマジでヤバいんだけど。せいや、あのガチでオシャレなクレヨンしんちゃんみたいになってる。ガチでオシャレなクレヨンしんちゃんです。ホラーナイト、レッシー。おーい、今日はですね、ちょっと初週からヤバい企画をやるんですけれども、怖っ。もう、何やばいですよ、それは。まあ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 、置いときまして、はい、まずは皆さん大好きな調査ホラーナイトです。はい、出ましたね、調査ホラー。調査ホラーナイトは分からない人のために一応説明しておきましょう。なんでしょう。僕たちは、まあこの怪奇現象が起きるよくあるこの物件でね、編集で気づいたのは、あらかじめこのね、動画に編集でさ気づいてちょっとピックアップしてますけど、分かりやすいね、うん、編集した後ぐらいに入っているようなものもありまして、もう気づけないと。もしかしたらもうアップされてから起きているぐらいのやつもあるんじゃないかっていう。そうそう、そちらはコメントの調査をしてくれてるコメント欄の皆さんが見つけてくれたやつですね。まあそれを改めてお紹介すると、まあ、俺たちが気づけなかったやつですね。はい、それがジョーさん、ホラーナイト。間違えてるわ、テンション。いや、間違えてないよね。今の岩子出島の人でしょ。お、岩子出島知らんの、それお前。あ、ない。いやいや、もう、魔界ではなかったよな。あ、もうホラー系 YouTuber やめろ。岩子出島も知らないわけよ。うるさい。その発言が岩子出島。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、調査班ホラーナイト、スタート。スタート。誰か短期に触れろっていうか。嫌です。1本目、はい、カーボン王決定戦、2分14秒で部屋が点滅すると。答え、どうぞ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 。うわうわ、出た。マジだね、この人。今回縦だね。なんで横は光ってない。そう、なんかピザ屋の、え、始まりました。ピキ大事な恒例が始まりました。しかもリアルにホラー映画見た後だから、もういつよりめっちゃ、うわー、うるさー。2個目が、誰のでもない謎の霊の指がありえない速度で映り込んでしまう。あー、一瞬だけピョン、あれだ、口でできてる。あれ、異常なやつですね。2分55秒ですね。お、そういうことなの。え、そうでしょ。気づかないうちに。で、やっぱそこすで、やっぱそこすで、やっぱそこすごいんだ。そんなパッパパッパがならない。で、やっぱそこすごいんだ。そんなパッパパッパがな、その後に来てる、入ってんだ、その後に連動してんのか。それはちょっとやばい、怖いな。で、やっぱそこすごいんだ。そんなパッパパッパがならない。うわ、すごいこれ。調査ホラーナイト、ここで終わりです。おお、早っ、早っ、早っ。もう調査終わっちゃうんすか。ちょっとやばいことするんですか。ちょっとね、ちょっとびっくりしたな。んだよ、本日やっている企画、五円玉占いっていう意見が来て、めっちゃ光ってるよね。俺も気づいたんですよ。さっきそこ光って、次そこ光って、どんどん移動してる。だって見てないのに分かったもん。やばい、視界で。ごめんなさい。なんか象も降霊術までとかいかないですけど、はい、霊が回答してくれると言いますか、うん、いわゆるこっくりさん的なやつ。まあなんかこっくりさんほどやばいやつではないけど。ああ、なるほど、近しいもん。だからこの霊がいるのかとか、何人いるのかとか。マジで、いやー、うわ、そんなので、ちゃんとうまく成功していったら、なぜここにいるのかとか。うわ、めちゃめちゃすげえ企画。いろいろできるっていう。怖いけど。用意するものが、このね、白い紙に十字架を書いたもの。五円玉。誰かの長い髪の毛ですね。まあ、ノリの髪の毛は今回一番長いので使わせてもらうんですけど。ちょっと、あのさ、大丈夫？え、これ呪われない？知らないです。知らないってね、髪ってね、結構やばいから。経験者の語りが上がったから、俺。まあ、最初に、自分は男ですかって聞きます。そしたら、もう絶対イエスじゃん。うん。で、イエスが縦なのか横なのかっていう。あー、なるほどね。ノリさん。まあまあそうやね。じゃあまず、ね、質問お願いします。ここに置いておくといいですか。そうです。私は男ですか。あ、これ横に入れてない。あ、これ横に入れてない。え、マジで入れてる。横、これ横に揺れてる。え、めっちゃ揺れてる。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。揺らせないでしょ、ほんまにやばい。ほんまにやばい。横すげえ、ほんまにやばい。え、こんなにやばい。ほんまにやばい。え、波動が人によって違うらしく、横に入れたり縦に入れたりすると。それもう自分の感情が今つけないようにしないとしたい。高ぶった時に揺れてる、めっちゃ。やっぱそういうもんな。うん、じゃあ質問していただきましょう。この家に幽霊がいますかって。もう直球に。この家に幽霊はいますか。全く入れてないもん。うわ、ガチ言うてる。やばい、ほんとにすげえ。俺何もやってない今。じゃあもう今霊はいるという。
いる回答ありましたので、ね、はい、人数を断定していきましょう。霊はこの家に5人以上いますか？マジで本当に？ガチで？マジで？ガチで言ってる。お前マジで？このままにしてるの？動かしてない。マジだ。これが一番怖いんだもんこれ。ちょっと待って。本当に？マジで？レイはこの家に10人以上いますか？いない。いないの？あ、マジか。動かない。ちょっとマジで。動かないじゃん。レイはメンバーに取り付いていますか？その取り付いてるメンバーに悪いことは起きますか？嘘やん。起きるの？ちょっとやばい。ちょっとマジで怖い。マジで怖い。待って待って。取り付かれやすい強兵。じゃあそのメンバーは強兵ですか？そのメンバーは強兵ですか？ん？あ、あ、あー揺れてるわ。揺れ出した。うわうわうわすげえ横に揺れてや。え、お前マジで動いてない？マジで動いてない。動かしてないんだ。強兵以外は安全ですか？動かないじゃん。揺れない。そこは揺れてくれよ。2階のあの開かずの間を聞いてみましょう。2階の開かずの間はただの仕様ですか？違う。ちょっと違うの？違うでいるんか。ちょっと待って、腕めっちゃしんどくなってきた。ちょっと一回休憩し。お、もうそれやばいんだ。切れた？大丈夫？髪切れたん？髪切れてない。いや、切れてない。普通に握力の問題。握力の問題。そうだ。ちょっと待って、腕めっちゃしんどくなってきた。ちょっと一回休憩し。途中で終えて大丈夫？いや、なんかそういうのは終わり方あるの？わかんない。めっちゃ終わり方とかは書いてる。よかったよかったよかった。最後にありがとうございました付け加えたんで、うん、2階の開かずの間には誰かいますか？はぁ、いる？いや、微妙な言い方だし、うん、斜めに見えてる。どちらとも言えないんじゃないの？うん、確かにそういうこと、うん、そういうこと。開かずの間に霊はいますか？あ、めっちゃ揺れた。早い。早っ。揺れてるな。早い。今度は横だね。あ、やばい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 。もう A はいるんだ。やばくね、揺れ方。やばい、本当にやばい。怖すぎてちょっとリアクションしたくなすぎて、A、うん、はいるんだみたいなこと言ってるけど、うんうん、やばいから怖い。実際やばっていうところだけど、最後ぐらいの質問ですね。ここは霊道ですかと聞いてみましょう。あ、OK。 多分霊道ってよく言われてるんで。あ、この家は霊道ですか？微妙なんだ、うん、おお。あ、でも入れ出したね。めっちゃ入れ出した。あ、やばい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 。冷凍でーす。冷凍めっちゃ入れてるよ、うん、おお、すごいことになってる。めっちゃ入れてるな。こんな入れるんだ。ガチ。どういうことなの。俺ちょっとガチすぎてマジでやばいんだけど。最後ありがとうございましたと言って終わりになります。はいはい。ほら、すぐ止まるよ。ほんとだ。やばない。いやいや、じゃあもうめっちゃ冷凍ってことで。冷凍の皆さんありがとうございました。やばい。やばい。やばっ。本当にやばい。いや、そもそも動くのかなっていう。なんか自分が動かないと動く。めっちゃ縦に動くやん。あ、違う違う、これは俺が動かしてる。あ、で動かしたらやっぱ手がモジモジしたりするよね。うん、絶対わかるよ、それ動かした。逆に俺後半しんどかったじゃん。プルプルしてんじゃん、うん、なのにめっちゃ止まってんだ。でも止まるときは止まってん。あ、2階のおかずの間に霊がいるっていう。やっぱいるんだ、うん、まあおかしいもんね、あそこだけで。5人以上、10人未満霊道かって言ったらもうバッグーって入ってたもん。俺らからしたら動かしてんだ。そう、俺もよくあるコックリさんの周りのガヤの反応してたけど、あ、当事者は違うわけです。全然普通にガチということで、リクエストされました5連玉占いやってみました。聞いてほしい質問とかあったり。
じゃあ聞いてほしい質問はコメント欄で、はい、この絵の例とかに関することならば聞くかもしれません。そして第2回目やってほしかったら、ぜひ高評価、今回 1.5 万いきましたら第2回の5円玉占いやっていこうと思います。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ。いつもなんか数珠の音すんだよね。数珠？左から。ちょっと待って、数珠？数珠をさ、じゃすり合わしたような。